はい、ハロー YouTube 皆さんどうお過ごしでしょうか。最近取り上げさせてもらっております、鴨頭義人さんの件なんですけど、先ほどひろしさんの、YouTube 見させてもらったら、ついにいよいよ裁判の、なんていうんですかね、裁判始めますよっていう、書類を郵便物ポストに投函されてまして、まさにねこの戦いの火蓋が切られたかのような衝撃的な動画となっておりました。ついにね、いよいよ始まるんだなという感じですね。鴨頭さんがなんで炎上に至ったかっていうのを僕なりに、考えてコメント発信させてもらったりとか、そうこうしてるうちに、原田栄光さんが、一言コメントを発表したりとか、したりしまして、その経緯の中で、僕自身がね、まず鴨頭さんが不正な申請、不法通告みたいなのをやっちゃってね、ちょっと鴨頭何やってんじゃんみたいなところで火蓋が舞ったと。それが発端でね、いろいろ今に至る感じなのかなというふうには、思いました。虚偽のね申請とかなんかいろいろなことがね、誇りが出て、叩かれ、ついに今日その裁判のね書類がポストに投函されたということなんで、これはちょっとね見逃せれないですね。そしてね、こういうふうにいろいろねやっぱ物事って良くなるためにはこうバトルとかね、バトルっていうか、ね、そのひろしさんたちが裁判を起こすぞっていう風になったことによってね改善されていくと思うんですよね。ここは悪かった、ここは悪くなかったよねとかな、ね、その中ででもここは良かった、ここも良かったよねっていうこともあるかもしれないですね。物事はそういう風にやってちょっとずつ改善改良していくのかなっていう風に思いました。それをねある種のエンターテインメント的なアプローチでこういう風に YouTube 発信されているひろしさんやらアブノベジータさん、峰島社長さんら素敵やなと思いますね。その他にも、そういうふうに迷惑を被った、方々もいると思われます。そして鴨頭さんはねそれにどう向き合って、対応していって今後ね動向が気になるところだなって本当に思いましたね。いやこれはもうマジで気になるとしか言えないですね。はい、ということでちょっとね動向を見守りたいなっていうふうに思います。現場から以上です。ありがとうございます。